はい、どうも、メンヘロジさんです。まあ、ロシアへの追加経済、追加制裁としてですね、国際送金のところを、遮断するという話になってます。まあ、具体的に言うと、SWIFT という国際送金システムを使えないようにしますというところなんですね。で、これ何が問題かというと、外国にですね、資金を送金するとき、まあ、資金を送金するって言ったらあれなんですけども、まあ、言ったら商品を買って海外に輸出するときとか、外国から輸入するときって、基本的に、まあ、都市銀行じゃない限りですね、まあ、日本のケースで言うと、都市銀行じゃない限り、地方銀行とかで決済したら、大体その国際送金ができる都市銀行に、言うたらその、決済が行きますと。で、都市銀行の、言うたら日本の都市銀行と海外の都市銀行で、やり取りをするんですけども、その時にその SWIFT というシステムを使ってですね、やるんですね。で、まあ仮想通貨のリップルの時にですね、一応話をしたんですけども、仮想通貨ってその、SWIFT というシステムを使わなくてもいいっていうことで、国際送金において、すごいスピードで、決済ができるというようなメリットがあるっていう話は多分以前動画でしたんですけれども、まあそれでも今従来的にですね、召喚集としては、その SWIFT を使った決済っていうのが一般的ですし、ものすごい数ってほとんどが、その、言うたら送金システムを使ってドル建てで、やり取りしてると。で、まあ、うまいこと回ってるというところなんですね。で、それでロシアを排除するとなると、ロシア国際送金できなくなるんですよ。なので、輸出入の面ですごいダメージを受けるというところなんですね。多分、思い通りの、額ないし物量を輸入することができなくなるというのが一点と、輸出することができなくなるという、この、言うたら双方向のところでですね、困りますねというところなんですね。で、代替手段としてはビットコインだったりとか、先ほど言ったリップルとか仮想通貨界隈っていうのはそれを、そういう人を使わないで言うたらまあ決済手段ではあるので、あるいはまあ個人的な投げ銭とかありますね。 YouTube のなんかっていうのもあると思うんですけど、今 Facebook ロシア遮断してますし、 YouTube もひょっとしたら遮断するかもしれないですよね。西側のものなんでというところで正直そこで困るというところが大きいと思います。だから思った量を、繰り返しになりますけども、思った量を仕入れることができない、思った量を吐くことができないというところで、経済的には大混乱ですと。で、代替案として、仮想通貨とかがあるんですけども、まだ、言うたら、実務で使えるレベルではなくて、個々人で、まあ、いろいろやる分にはいいけれども、じゃあ、普段から扱うものは、そういう形でやれてるかというと、全然やれてないんで、やっぱり困りますよねというところだと思います。はい。っていうところで、困るんですけれども、ここで多分中国とか、イラクじゃないな、シリアとか、言うたらロシアと近しいところが、言うたらまあ独自の決済手段みたいなものを作ってですね、特に中国ですよね。決済手段とか作って支援をして、まあ相互でやり合うっていうようなことをするんであれば、新たなシステムないし、決済の方法が出来上がるかもなというところで、また東西冷戦の、第2章っていうことになるか、第3次世界大戦になるかというところでですね、まあ、なんていうんですかね、まあ、動向を見守ることになるのかなというふうに思ってます。別にドンパチやるだけが戦争じゃないんで、特に、言うたら、まあ、資金の、言うたら、流れを止めるということは、言うたら、補給とか、兵站ですよね。補給、兵站、その辺が、うまいこと組めなくなるっていうことで、進軍ができなくなるんですよね。キングダムとか見てたらわかると思うんですけども、兵士をどれだけ集めるかっていうのももちろん大事ですけども、武器、弾薬、包帯、食料をどれぐらい、きちんと確保しながら進めていくかっていうのも大事ですし、それができなかったら、だから現地調達って言って略奪になりますよね。まあ、もちろんお金で払うっていうところなんですけど、その、お金自体もロシア通貨が使えないっていうことになったらですね、誰もそのお金もらったところで買えないですよね。
っていうようなところもあるんで、だからそれぐらい言うたら、その、貨幣経済のところで、その、世界的に使われている大きいシステムから弾かれるっていうことは、やばいことだというところと、言うたら、その、西欧諸国がそれをするっていうふうに決めたあたりが、結構、言うたら覚悟を持ってですね、制裁しているというふうに見たらいいと思っております。特にイギリスなんかは早かったですよね。まあ、EU 離脱してたからっていうのもありますし、やっぱり EU じゃなくて、イギリスっていうのはですね、やっぱりまあ世界を股にかけて、大英帝国やってただけあってですね、やっぱり自分たちのそのプライドみたいなものはやっぱり持ってるんかなというふうには思ってます。日本はその点ちょっと腰抜けてるなというところ、まあロシアと隣国だというところと、まあ北方領土問題であったりとか、千島列島であったりとか、そういったところの問題もありますよね。で、あと、ま、北海道攻められるかもとかっていうようなところ、中国、ロシアに、っていうようなところから、ま、そこまで踏み込んだこともできないかと、特にま、今の岸田政権ではちょっと無理かというところではあるんですけども、そのスイフトに関しては、ま、こういう感じで、認識いただければなというふうに思って動画しました。以上です。